最近寒くなりましたが、皆さんはご存知でしょうか。水道管は寒さが苦手です。寒くなると水道管が凍結したり破裂したりする事故が多くなります。蛇口や水道管に布やタオルなどを巻きつけてビニールテープなどで保護をするなどの防寒対策を各家庭でするようにお願いします。まず大きめのタオルをご用意ください。これを水道管、蛇口等に巻きやすいようにまず折りたたみます。まあ、このぐらいになってから水道管の方に巻いていきたいと思います。では巻く順番としては蛇口の先端の方から巻いていきたいと思います。じゃあタオルをこのように巻きましたら、ここを固定するためにビニールテープを巻いていきたいと思います。先端の方からまずはじめは大きめに、でここからタオルが隠れるように巻いていきたいと思います。水道管が凍結してしまった場合はぬるま湯など用意し、タオルを水道管にかけお湯をかけてください。熱湯を直接水道管にかけると破裂する場合がありますのでご注意ください。水が出ない時や水道管が破裂してしまった場合は、水道メーターの中にあるバルブを閉め、指定給水工事事業者にご連絡し修理をお願いします。